さあ、えー、本日のアンケート。カレーやシチューに、スープははい。A、つける。もしくはついてるとうれしいね。スープ、うん、ありだね。B、つけない。うん、特にいらない。はい。こんなの聞かれたことなかったんですけど、僕、普段 B ですね。はい。 えー、メールで参加する方は hip、h i p r o k、ok、i n a w a c o j p h i p r o k i n a w a c o j p、はいえー、電話がですね、098-869-8640、はいえー、ファックスが098-869-2202となっておりますので、 えー、今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください見事ピットシュカンカンの方にはお米券をプレゼントしますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッコアしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ はいセイヤどうもありがとうございましたセイヤどうでしょうかねはいカレーやシチューにスープってつけますつけませんつけるかつけないか、うん、つけるかつけないあった方が別なくてもいいあ,あえっ、ー、とまああった方が嬉しいですねあ,あそうな、ね、のはいへ<ー>あのいまあ、家庭で出てくる果だかけで出てくるときは、うん、ほとんどスーパーはなかったですうちもなかった気がするな、うん、なかったけど まあ、出てくるタイミングがあってもゆし豆腐とかお味噌汁とかが出てきても嬉しいなって言って食べてたし、うん、あとあの食堂大衆食堂に行くと、はいはい、大抵ミニそばがついてたりするのである方が嬉しいなと思いますねんじゃあ逆になかったら嫌うんなくても別に なくても別にだから今回のアンケート答えるの難しいなと思ってつけた方がいいなのかあってもいいなのかそのレベルで全然違うなと思って答えが。ああじゃあ選べたら選べたら A ですねつけるつけるじゃあ別預金だったらつけないそうですよ結局お金かかるかどうかですよねうちい ってなかったので、うん、まあそもそもあんまり一緒に食べるっていう癖はついてないですね。ああ<ー>、だからなくても別に平気。まあそうですよね。うん、基本的にうんあってもなくてもいいかなって、やっぱりメインがもうそこでワンプレートで完結してしまっているので、はいうん、だからあってもなくてもいいかなってなってしまいますけど、あった方が嬉しい。うん、まあまあまあそうかな。うん、はい。あのさっき正や言ってた油脂豆腐とかがはい。 たまにね、家で作ると、めちゃくちゃな時あるじゃないですか。ありますね。まあ、前の日の残りだったりするんですけど、あれもね、でもね、カレーと。油脂豆腐とかって、めっちゃ美味しいんだよ。ね美味しいんですよ。わかる。そうなんです。なんか、か、たぶん、あの、僕の母親は。そういうのを分かってたんだろうなと思っていて。その、カレーの時に出てくる、その。お味噌汁とか、あの、汁物、は。 豆腐がが多かった気しますあっさりしてるかからなそうかもしれません喧嘩するようなスープとかだとちょっときついかもあちょっとこってりしたやつじゃないほうがいいってことかじゃないっほうがいいですねなるほどねでも先週久しぶりに実家でゆし豆腐を食べたんですよなかなか一人暮らしの料理では作らないのででその時に思い出したのが全然カレーとは関係ないんですが豆腐 を、うん、僕が小さい頃はあのスーパーにもう買いに行ってたんですけど、はい、街中でチリンチリンって鳴らしながら歩いて売ってたおじいがいたなと思ってはい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 なんかいつ頃からいなくなったんだろうなんかまた会いたいなって思ってるんですようん行ったよいましたよねいたいたいた口川にもいました、うん、いたいたいたであの近くの商店で買いに行っても、はい、豆腐はあの水の中に入ってましたよああ<ー>お豆腐なるほどもうパッケージングされてない状態そうはあ<ー>。あの時代ですよだから ね、だからなんかそういうなんか寸胴を持って歩いてたんですようん、うん、おじいがで僕はあの何でボールっていうかあボールね、はいはいはい、を持って「いくら分ください」って言ってもらってた覚えがあって、はい、だからあなんかそういうのってもう今露店というかあの訪問販売、うん、販売してるのって焼き芋ぐらいしかないなと思って、ね、なんかああいうのは子供ながらに楽しかったなって覚えてましたね昔だってあれよ魚持ってたよ <魚>はいあのー、おばちゃんとかが頭の上にたらえの中に魚入れてえ<ー>そうよあのでこのはかり持ってるわけよ天秤みたいなはか、い、り、はい、そっちに魚下げてあこれ,何,どれ何キロだからいくらだねみたいなことで売ってた記憶がありますよ。なるほど、うん、僕は買った覚え魚は買った覚えないけどうん、うん、売ってたよ。 へえ、うん、まあだからもう今あれでしょそのなんだ食品衛生上とかね,ですね、うん、普通にだからあのお店で売ってる豆腐もなかなか今売りづらくなってるんですよねあれあったかいからっつって、うんね、そうですね、うん、でもやっぱり手作りというか作りたては美味しいですよねそうよ ねえ美味しいよいでもほらカレーに関して言うと2日目のカレーが美味しいとかって言うじゃないですかでもあれは衛生上悪いって言いますよねあそうね菌が発生してる可能性が高いということで、ね、でもそんなの別にねせいや全然気にしないじゃん、ね、菌しな,ないでしょ <laughs> いやか弱いよ意外とあそうなのそうあそういうジャンルには弱いわけそういうジャンルには目に見えないのに弱いんだじゃあ <laughs> 目に見えるのに強いけどいや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 目に見えないものにも弱いよ

そ精神的なな理由でお腹痛くなってたあわかるもう同じ時間にお腹痛くなるうあらそうでも学校にいたら行ったら楽しいから、うんともないんですけど意外と繊細なそうなんですよみんなあのー、本当に手袋して僕を 扱ってほしいぐらい手袋は金ばっちいから<でー> <laughs> 言うと思ったけどどんなリアクションやねんかジュピロリさんみたいになってますからよ。<laughs> <laughs> いやまあまあそうですかまあ誰でもねそういう繊細な面はありますけねそうですよえー逆にヒップーさんはそういう金とか賞味期限系はどうですか 僕はあんまり気にしないんですけど僕大体たまに気がつかないうちに実験台にされてることあるんでそれでも大丈夫だからそれは前平ですけどあごめんなさいごめんなさい昔もそうだったし別にあんまり大丈夫ですねえい大丈夫あんま小さいのは気にしないですねあ本当はいまだこの季節冬の時期だとまだ大丈夫じゃないですか 夏場だと怖いですよねまあだってやばいのはもう分かるでしょ匂いでやばくないのは別にもう大丈夫ですよまあそっかまあまあだってさ昔の誰が昔の人や言ってない言ってない昔ってない一言「無」も言ってない大丈夫なんだよだって後ろのあたごあで取ってきた野菜とかも別にもうほぼ無農薬ですよ だから別にモンシロチョウの幼虫とか普通についててそれ洗って落としてたまに洗われてないのが入ってたりしても別にお箸で取ったら入ってるねっつってほかに食べてましたからなんなんてことないです全然そ,うかそうすることによってあの,あのテレビでも披露していた20歳の 前平一くんが出来上がるわけですね。お前ちゃんと見てるな。<laughs> そしてちゃんと続いてくるな。さすがだな。<laughs> いやなんかあヒプさんかっこいいなと思いながら見てましたよ。<laughs> びっくりしたよマジで。全然知らんくて。<laughs> でもちょっと見てない方もいらっしゃるかもしれないのでね。うん、なんかちょっと誰かそれを写真撮ってないかなって思ってますけど。うん <laughs> あの OTB の方にねアーカイブもあるんでぜひ <laughs> そうですねアーカイブで見ていただければ嬉しいですどこの宣伝してる場合だ <laughs> OTB からのお知らせでした <laughs>、はい、ありがとうございましたいやあの本当に知らんくてびっくりしましたねなんで俺の写真だっけお問い合わせもなかったけどなと思ったらちゃんと持ってるやしと思って「だからサザエさんの玉」とか笑えないんだよ俺ねあんまり <laughs> 女んじなんだよな <laughs> はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから久高誠也アナウンサーでした「羽鳥セイヤーが2日目のカレーに弱いわけが」って,んて,んて,んっていうねツイートがありますね能見 <laughs> ーーさん <laughs> やんどうや <laughs> さあ本日のアンケート「カレーやシチューにスープは A つけるついてると嬉れしい」あの「ついてるのが僕にとっては普通」ってことですかね。はい、B、うん、つけないよ 特にいらないよ。ついてないよ。はい、b がつけない。特にいらない。はい。さあ、そして昼ボケ農大月曜日なので新しくなっております。あ、いいですね。宇宙ステーションで密かに行われている行事って何？宇宙ステーションというのは、このなんか宇宙船ではなくて、このとどまるや宿みたいなところですよね。自沈祭でしょうね。<laughs> <laughs> どこ掘る <laughs> はい懸命に <laughs>「昼ぼケ」と忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしくさあ、えー、本日のアンケートはですね「カレーやシチューにスープは A つけるついてると嬉しい B つけない特にいらない」っていうアンケートなんですけどあのね南城市馬場コーチーさんからメールが来ていてほんとさ パンとかご飯ってなるけどお中はつけるつけない娘をつけるって私はつけないのよどうせカレーシチューは飲み物みたいなものさヒープさんどっちいや僕はカレー飲み物とは思ってないんで <laughs> まあうちはないのが普通デフォルト純正かなうんいやまああってもいいんですよど,どっちが 普通かってことですよついてないのがうちは普通ですね<ー>、はい。ということでこのアンケートになっておりますよ。はい。なんか、うん、水がいいな、カレーって。思いませんね。まあ、お茶とかもいろいろあるんですけど、水の方がおいしく感じる気がするな。いきましょう。えー、皆さん、クローバーです。こんにちは。アンケートは A。ついてると嬉しいです。ありがたくいただきます。 スープーがないよりかはあった方がいいです。クローバーでした。はい。ありがとうございます。まあ、はい。そうですね。あった方がいいっちゃいいですね。僕もお中情報なんで、あったら嬉しいですけど、ないのが一応、デフォルトですね。あたびちです。はい、こんにちは。アンケートを A。汁物ついてたら嬉しいですね。ちなみに、実家では、カレーに味噌汁とか、刺身が普通に出てくるので、食べ合わせはあまり気にしません。ではでは。 刺まあまあだなカレーに <laughs> うちはカレーに刺身はさすがにないなうんねカレー食べるとき刺身ってちょっともったいない気がしないなんかねカレーこ,こ,このときはカレー食べて次のご飯のときに普通に白いご飯と刺身の方がいいかなはい味噌汁はまあ全然普通にありと思いますはいアイラブ864の皆さんイープさんこんにちは人相悪うですこんにちは アンケート A あいいね。卵スープわかめスープが嬉しいですね。カレー食べながら刺身を食べたらフラーよって言われたにゃ。はこっちにもいるな。<laughs> はい、泡盛のつまみにカレーも全然オッケー。<laughs> なんか違うんだよな。<laughs> よく入るな。つまみにカレーって。あ、あままだビールじゃない？ カレーともしお酒飲むんだったらじゃないハイボールとかなんか炭酸系じゃないなんかはいありがとうございますねカレー食べながら刺身食べたらカレーの味しかしなくないなんかどどどの刺身食べてるな白身な,なんねん、うん、お疲れ様です拙者のラジオネームは三代目レップ歌い浦添しぶっすこんにちはアンケート絶対当たり前の絵家庭へ スプーはご飯とおかずだから、俺は絶対に味噌汁つけますよ。味噌汁大事。汁物ないと落ち着かん。はい。三代目レップ歌い浦添いし部さん、ありがとうございます。え、カレーのこと、ご飯とおかずと思ってんの。<laughs> 嘘。<laughs> 俺、分けて考えたことないけど、あれは、あれで一個のものじゃないの。え、や、かつどとかも、ご飯の上のおかずがのってると思ってんの。うん、なんかちょっと違うな。あれで一個じゃないの。あ、ち、そうなんだ。 あら,らこんんな風に感じてるんですねさあ本日のアンケート「カレーやシチューにスープはつけますか?」「A がつけるついてたら嬉しい」「B つけない」「特にいらない」っていうあれなんですけどパッとツイッター見たら「俺」「初めて共感ししたかもしれないヒージャーパイセンさんアンケート B と」「まあ普段いらないけどヤシがハイウェイでかつカレー頼んでスープなかったらいやハイウェイレストランってねあの全メニューについてるんですよ。食堂ってあるじゃないですか必ず全部スープついてるって。 あの時ははもう、はいなかったら嫌ですねうわー初めて共感はいこれ以外は全部フェイクですからね <laughs> 本当とチューブのことに関しては全部フェイクですからねえ h e e さん皆さんこんにちはラジオネームティモシーですこんにちは難しいアンケートをですね A なのかなシチューの時にはスープはいらないし作らないんですがカレーの時が迷う外食ではミニそばとかついてたら嬉しいみたいな お家ではレタスの味噌汁とかつけがちです。ちょっぴり寒いですね。温かい味噌汁を飲みながら送信。はい。タイトルデブなめんなよアンケートですか。一言もそんなこと言ってないですけどね。<laughs> はい。あ、でもね、いいところついてるなティモシーさん。なんかね、カレー食べて味噌汁はありなんですよ。 シチューの時味噌汁なんかちょっと違う気がするな,な。シチューはスープいらん気がするんだよな。ますます。な、なんでかな多分実際出たこともないと思います、うち。もうだって、スープみたいなもんさ、いったら。<laughs> ね。うん。イブさん、D さん、スタッフの皆さん、チャーガン重、今日も聞いてます。チョロスケスす。こんにちは。 今日のアンケートを B ですんどちらかといえばですあ書いてあるぞほらカレーには欲しいがシチューにはいりませんシチューとスープは兄弟だと思うから安静残りの時間も縛りようさいはいチョロスケさん、はい、ありがとうございますまさに俺が今言った感じですねシチューとスープは兄弟ねどっちが C じゃね <laughs> シチューの方が C じゃな気がするなドロドロだからちょっと こ <laughs> な,なんていうの時間かけていった水分が飛ぶさだからシチューの方がシチューじゃない多分サラサラがウッドじゃない多分脳ならそうが脳 <laughs> <laughs> ならしうがり皆さんこんにちは埼玉のハチミツ一家ですこんにちはアンサー B 自分の中ではカレーもシチューも汁物に属するのでなくていいですしかし我が家ではカレーでも味噌汁は出てきます 味噌汁はいつも最後にいただいているのでカレーを食べ終わってから味噌汁を飲むと口の中がリセットされるので味噌汁はありですね確かにリセットはされますねえー、はちみつ一家さんあれ汁物と思ってんのなスープカレー的なシャバシャバ系のカレーが多かったってことなのかな俺一回もあれ汁物と思ったことないようち結構ねドロドロというか 歯なんでシャバシャバじゃないんで一回も知のものって思ったことないなヒブさんこんにちは眉毛が触覚ですいいラジオネームですね <laughs> はいありがとうございます早速ながらアンケートを B なんでカレーやシチューにスープがいるんかなよくランチのセットでスープがついてくるけどあれってメインのものが出てくる前に前菜代わりに飲んじゃうことが多いよね カレーやしが出てくる時間にはスープがすっかり冷めちゃっていてそうしたらあんまり美味しいって思わんしだからスープが特に必要だなんて思ったことないな水分が欲しかったら水を飲みなさい日本人はというわけで最後までやる気を出して千葉りよよく分からん理論だなこれ <laughs> 眉毛が触覚さんはいありがとうございますいやあのねさっきのハイウェイとかもそうなんですけど最初にすぐスープが出てくるんですよど,どのメニュー頼んでもねもう メインができるまでの間にこれ食べてしまうっていう感じなんで全然問題ないですけどね一緒に食べるというかもう先に食べてる感じだねあ,あれうまいんだよな胡椒をふりかけてからによで今も最近行ってないか分からないけど今もそうかなあのアイスティー砂糖を入れて混ぜるタイプのやつ昔の場所のところはそれだったんですけど今どうなってるかな皆様ごきげんようちかさようと申しますはいこんにちは うーんこのまま暖かくなるかなと思ったけど違ったないやいやまだ2月がありますからねして今日の朝カレーやシチューにスープはうーんあってもいいけどどうしてもなくてはならないものではないので B かなそもそもカレーとかシチューが飲み物みたいなもんさサラダがあった方が嬉しいかもはい「来るものは拒まないけど」っていうねタイトルがついてますけどまあそれはそうですね近加瀬さんありがとうございますえー カレーシチュー飲み物ね。えなカレーシチュー飲み物っていう人の共通点に <laughs> <laughs> だあの青の軍団よ聞いてたら送ってきてよ一番だよカレー飲み物って言ってる人。皆様こんにちは一休ですこんにちはアンサビ。うんカレーに汁物いらないな家でカレーの時も汁物はつけません。 食堂とかでカレーを頼んで味噌汁がついてくるとちょっとだけ嫌だな味噌汁のために箸に持ち帰るのがめんどくさい味噌汁ってスプーンで飲まないですよねもし汁物をつけるならスプーンで飲む系の洋風スープならいいかなではではまた別角度の意見ですねこれね一休さんえカレーのスプーンを一回舐めてからこの味噌汁食べだわけ <laughs> 持ち替えないっすよ持ち替えないっす、はい、わかめ作っと確かめんどくさいけどねわかるあのスプーンにわかめあれめんどくさいですけどいやいやいやいいいやいやいや。持ち替えもうこれぐらいで持ち替えないっす簡単には負けない <laughs> <laughs> イーブさんジャスニーブイ男優ですこんにちはアンケート B 最近の我が家のカレーはシャバシャバ寄りだからーえプースーは別につかないでいいかなもともとは普通のカレーだったんだけど ある日嫁さんが気まぐれで作ったシャバシャバカレーを食べてビビビって電気が走ってさそれからはシャバシャバカレーにはまってますカレーってワード聞いたから今日はカレーにしてもらおうって思ったけど昨日カレーでしたじゃあ、ね、忘れてたオけニーブイさんありがとうございますうん僕もカレー大好きなんで一時ねハマって作ってたんであれなんですけどこれねどっちもうまいんだよな シャバシャバのカレーもね美味しいんですよねスープカレー的なやつな、うん、でドロドロのやつも美味しいしねうんはいマジで今日ちょっとカレー率上がるかもしれんなはいコマーシャルですわあツイッター見てたら猫大好きマイマイさんが自分で作ったカレー乗せてるし R&K のパパさんは最近沖縄ねお邪魔して食べたカツカレーにはついてませんでしたっていうことで量がものすごく多くて食べられる自信はありませんでしたが 残ししたたら皿洗いよと言われたので一生懸命完食しましたってあっ黄色いカレーねカツカレー見てくださいこれドーンこのね黄色いカレーもうまいんだよなハイウェイのカレー美味しいよ黄色いカレーうんあー食べたくなってきた考えた俺昨日から一昨日食べたやつさカレー俺も忘れてた <laughs> アギジェさんあけま 相当略してるなはい明けましておめでとうございますアンケートを A 完全にあった方がいいでしょうにカレーにはコンソメスープか溶き卵わかめスープだなヤシがカレーがついたスプーンで味噌汁すくうのはちょっと照れるなでもスープカレーの時はいらないんじゃないか俺はいつもレトルトを鍋で温めたお湯をそのままインスタント味噌汁に使ってるよはあ今日は夕飯ステーキにしようカレー関係ないでしょこれはいアギジェさんありがとうございます カレーがついたスプーンで味噌汁はいや <laughs> もうあんまりもうもうじゃあ使わんあの箸もスプーン使わんであのそれもマイク <laughs> 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 皆さんはいさい極悪前人会15番目の男ですちんちろりこんにちはアンケート A どの食事にも汁系がないと嫌です沖縄そばにそばスープつけても文句言いません安ンシエ いいやいや、おかしいだろ沖縄そばにそばのスープは <laughs> <laughs> はいありがとうございますあまあ汁物は確かにねあったほうがいいっちゃあったほうがいいかなあはいヒープさんデーさんみんなさんよろしくいんですよよよよ,よ、はい、今年が増えてるんだよなアンケートを終え待って味噌汁つけてるあれシチューははおかかずだだよ、よ、ら味噌汁はつけるよなんで はそれよりヒープさんラジオキナーさんお米券が届きましたわいわいわいめっちゃ嬉しかったありがとうございますヒープンさんヒープさんからのよよよに禁止しましたしごだけどこの言葉でしか表せない爆笑大好きだはいよろしくインサーそうそうですねあの僕ちゃんと直筆で書いてるんでなるべくその方のフレーズをかえ覚えてたら書くようにしてるんですよねよよよはいいですよねおめでとうございます はいはい、ヒープーさん、略してテッソーです。こんにちは。して、アンケートは A です。ご飯は汁物があったら嬉しいですね。昼の弁当もできれば温かい汁物が食べたいです。それがカレーでもシチューでもあればいいね。コンソメスープとかいいっすね。また、また、またまたたまにメールしますね。はい。<laughs> 割と来てますよ、テッソーさん。ありがとうございます。はい。あー そうかあんまり具材が入ってないスープだったら別にそのままスプーンのままでもいけるのかコンソメスープとかだったらああその方がで楽っちゃ楽かなでもなゆし豆腐も捨てがたいんだよなゆし豆腐は別にスプーンで食っても大丈夫じゃんダメねカレーのスプーンでなんね別に俺,俺のスープだろうにな俺のカレー食べたスプーンで俺のスープだろうになうーん。 はい、<laughs> あの持ちツイッターで SO さんが「よよよ」って書いてもらえるのいいな俺の時はいろいろと頑張ってよみたいなことが書かれていたんだよなあの当選した時の紙にね僕 SO さんの時はいろいろと頑張ってよかっこ笑いって書きました <laughs> のが別に SO さんフレーズはないでしょ自分のフレーズはだからさ「いろいろと頑張らんといけんさ」<laughs> イブさんまだ冬ですがかっこいいですねおまゆエ,エビですはいこんにちは早速今日のアンケートはちょっと何言ってるかわからないなあの B 今まで生きてきて一度もスープつけたことないな副神漬けにらっきょうサラダがうちの定番ですね汁物に汁物はつけないんじゃないそれとも私の常識は非常識なのかなもう全然わからない そういえばこの前のお母さんの誕生日に電気圧力鍋をプレゼントしたら早速カレー作ってたなスープつけたか聞いてみようねでは今日も楽しく聞かせてもらいますお前ゆエビさんも知るものと思ってんのカレー,おー川崎のしおんさんをツイッターで知るものと言えないとは言えないと思います何でかっていうと飲料の販えー,シチュー,へーと思ってああ目見えし 飲み物ですかし汁物ですかねカレーってえー、リスナーの皆さんこんにちはリンゴですこんにちは本日のアンケート B ヒブさん本日のアンケートのカレーを飲み物ですあギジャブよなのでスープスープの食事はなしですみんなカレーを飲み物と思ってるんじゃないわからんけどカレーには冷たい水でよろしくお願いいたしますこれもだへえあれ冗談じゃなかったんだね必死にカレー食べる人が なんでカレーは飲み物だから触らないでよって言ってるのかなと思ってたらみんな飲み物と思ってんだねえそうなの皆さんこんにちは今週もよろしくお願いしますマコチンの嫁ですこんにちはアンサー B かな家で作るとき汁用鍋でカレーやシチューを作るから必然的にスープは作りませんなるほどシチューってスープみたいなもんじゃないのシチューにスープつけたらお腹タップンタップンしないあ、タップンタップンで思い出したけど正月から2キロ体重増えてるさ もう今日から食事制限しないとなそう思いながらデカめの弁当を食べてラジオ聞いてるよこれまなんどういう文章やんば、ま、これ <laughs> 手のひら返すのが一行で返してるなこれすごいな、はい、うわっと思って今確かに汁物用の鍋で作ってるな <laughs> はいということは汁物なのかえはいさい仕事もコロナも嫌すぎるヒージャーパイ1000円便今週も優しくですもう復帰しましたかね そしてアンケートを B かなヤシがハイウェイみたいにスープが美味しいところのやつならついてた方が嬉しくないねあーカツカレー食べたくなってきたな病み上がりに量多すぎるんだよなはいヒジャパイセンさんありがとうございますそうですねああいうところだともう純正で何もかもついてくるやつはやっぱ飲みたくなりますね、うん、はいありがとうございます はい1時になりました T サージパラダイス午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたしますはいババンのコーナー、まあ、まあ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 ちょちょ,ちょっとババンか、えー、マット福村さんの駐車場で交通整理をしているおじいにババンチンポジを直しながら誘導するのやめてけれ。 そっちの棒今は触らんでっていうことでね。はい、ありがとうございます。<laughs> 気になるよね。右に右にお願いしますじゃないよや。<laughs> さあではこの時間ゲストに来ていただいておりますよじゃあ自己紹介よろしくお願いしますどうも、えー、東京で今活動している沖縄出身の芸人のメガネロック大谷と申します、はい、よろしくお願いしますよろししくお願いします T ー SA 中初めてですよね初めてですよずっと聞くだけだったんでホ本当ですかようやくようこそいらっしゃいましたもともと FEC にいたんですけど今東京にいるとそうですねもう東京行って34年ぐらい経ちましたからねそんな経つか、はい、ね僕多分ね最初に会ったの で高校生ぐらいかそうですね高校生の時にもともとメガネロックっていうコンビを友達と組んでてはあ、はあ、で解散して高2の冬ぐらいから一人でまたやり始めてっていうでなんかあれよね日本一だったよねあそうでです、えっと、愛媛県であった、はあ 高校生笑い日本一決定戦笑顔更新っていう大会があって、うん、そこで優勝させてもらってっていうのがすごいよねだからねサラブレッドだよねいやもうそんなまだ全然走り出してもないんで全然あ <laughs> そうですか <laughs> えー、今いくつになりました今もう28になりまして森田10年以上前ってことかもう10年ぐらい前ですねへえ 東京行ってもじゃあ今どんな活動をしてるんですか？基本的にはえっとライブ出演月に少なくても二十本多いと三十本ぐらい出てて、はい、そんなに出てる毎日以上かじゃんほぼ毎日一日三本四本とかあマジかで出てたりとか,あ,か,りとかあとは二ヶ月に一編とか主催ライブやってたりとか自分で自分でその<ー>東京でやってる芸人メンバー集めて、はい、こう 実験寄せっていう、うん、えっと自分たちがいつもやってるネタプラス本当になんかお題とかみんなごちゃ混ぜにしたやつで弾いたもう実験的なやつをこうネタを作ってきて披露するみたいない、うん、いいですねううチャレンジンジグな感じだそうあのまあしょっちゅうライブでねネタやってると思うんですけど沖縄とその東京の違いっていうのは何ですかねもう一発目行った時何あ言葉 言葉,もあ言葉はそんな気にならなかったんですけどーーやっぱその思ったのはなんか沖縄ってやっぱ事務所ライブがメインだから、ね、見てもらえるっていうのが前提であるんですけど、はい、東京とかだとやっぱ知らない芸人が出てってやっても、うん、まず話を聞いてくれてないというか<ー>あんだけ20組多いと50組ぐらい出るんで<ー>知らない人が出てきたらやっぱ面白いと思ってもらえないと聞いてもらえないっていうのがあって、うん、無視されるの反うわ怖いねで下見て あの携帯いじってるだから僕がネタやってる時に多分誰かがつむつむかなんかやっててゲームのうわめっちゃ滑ってる中フェイバーって聞こえてきたことがあってあいえなまあ、まあな状況っす、ね、そうでももう歴も浅いからそんなのいじいじる勇気もないからずっとそういうのがあったりとか。 結構そういう意味で沖縄はシビアだね。シビア本当にシビア。あとなんか設定とかも、やっぱ東京ってすごい新しい設定どんどん生まれるんですけど、うんうん、逆に沖縄でやった時に逆にそれそれの馴染みのなさとかもあったりして、<ー>そこの難しさもありましたね最初。沖縄でネタ作る時って、はい、結構沖縄あるあるをね、はい、ネタにしたりして笑いを取ったりするから、それが全く武器として使えないっていうことですよね。そうですね。だから最後沖縄でそういうちょっと停止を入れちゃったのが。 状況のネタで僕がそのミュージシャンっぽい格好して今から東京に行くんだみたいな雰囲気で坪川側からおろくに上京するっていうネタがおろから坪川側に上京するっていうネタやったんですけどうけ受けてました受けてました受けてましたいいですねあさあもう2023年になりましたけれども、はい、今年の 出だ私は年末ぐらいから r 1グランプリっていうピン芸人の大会が始まってるんですけど一応どうにか1回戦通りまして<ー>今週金曜日2回戦がありまして。えあと3回勝てば決勝2回戦行って。<laughs> で 準々決勝決勝決勝,決勝。うわそうかいやもう1回戦の合格率も結構すごい200何十組東京で出るんですけどああ受かるのが二十数組30組とかおお10分の1か 1> 10分の1も 12. 何パーセントとかっていう世界らしいんですごいね、うん、ぜひ頑張ってほしいですねそうですねちょっと優勝してまた来たいですね、えー、本当ですね、うん、<laughs> さああのー くんんがが出演するライブがなんと今夜あるんんでですすね、はい、そうなんですよ今日「アウトプットというライブハウスで「うん、えっとアウトプットラフプロジェクトというものを今「アウトプットさんがやってるんですけどそこに呼んでもらいまして僕メ眼鏡六甲やと東京の後輩であります新作のハーモニカという、はい、普段漫才やってるボイパとかえちょっとラップ系のはい、はい、ちょっと新しい漫才やってる子たちがいまして<ー>であと沖縄吉本のアリンクリンさんこの3組でネタをやるっていうライブが 今日なんですね今日の7時半からアウトプットでありまして、はいうん、で、えー、入場が当日は3,000円のワンドリンク別になるんですけど、はい、あの確認したらメガネロックあのチケットで、はい ラジオをいてきましたといえば前売り料金の2500円プラスワンドリンクで見れるということなのでぜひちょっと来てほしいなとあとでも来れない方配信も1800円でありますのでもしあのお時間合うよという方いましたら今日ぜひよろしくお願いしますという配信やるのがやっぱ今時ですよねそうですね配信でだいぶ助かってるんで僕も東京でやってるそそううかだね地下のライブも配信が入ってでそれを買ってくれたらそのバッグみたいなのが来たりとかしてっていう。 形も配信が主流にもなったりしてるんで、<ー>ありがたいです。ちょっと新しい形ですね。はい、これね。はいお問い合わせはアウトプットまで09894370310989437031またはアウトプットのホームページご覧ください。ということですね。はい、これは今日はどんなライブにするんですか？ 僕はですね、はい、えっとまあネタ、まあ、10分ぐらい持ち時間があるんですけど、はい、えっと僕は、えっと、その10分ネタがないので、はい、34分のコントを3本ぐらいやるっていうのとあとちょっと沖縄用で作った新ネタがありまして新ネタも書けるんだはいあの、うん、シーサー職人っていうちょっとコントいいですね書けるのでちょっと気になる方はいいですねやっぱピンの方ってこの一発目の設定って大事よねそうですねやっぱり なんか最近作ってて思うのはタイトルだけ聞いて面白そうとか気になるってやつは大体外れがないというかそうだねそ,うそれでちょっといろいろ考えてだからタイトルから作ることが増えましたけどへえ<ー> <laughs> そうかそうかなんか尊敬すするピン芸人の方って言いますかあそれこそえっとよ,ざーよし義きさん。バン さんこの間ね僕東京よりもライブ行きましたけどその時にヒップさんにもお会いしたんですけどさん最高だよね最高で余座さんが今レンタル一緒に考えるっていうサービスを1時間5000でやられててそこで一緒にネタ作ったりとかっていうそうなんだそのシーサー職人も余座さんと一緒にゲラゲラ笑いながらちょっと作ったいいですねじゃあこれは間違いないなちょっと見てほしいなっていうのはありますねああそうかはい はい、あとね大くんね、はい、ラジオ沖縄でもオリジナルポッドキャストやってるんですよねそうなんですよメガネロックの「東京一人語り」という番組を10月から担当させてもらってまして、はい、なんか僕がもう本当に東京であった出来事とか、はい、あと本当に何でしょうビデオメッセージみたいな感じのやつを撮って、えー、大体20分ぐらいの、はい、を毎週1回水曜日に配信させてもらってるっていう形で<ー>ゲストも結構。 それこそヨザさんも出ていただきましたし、ヨザ、うんうん、さん盛り上がりすぎて20分で終わる程度が50分ぐらいまで喋るっていうああ、<laughs> いいですね、めちゃくちゃいいパターンだなこれな、そういろんなヨザもそうだし、パーマ大佐さんっていう東京の,あの先輩とかも出てもらってるっていう、はい、なかなかちょっとこうゲストさんが東京の人出てくれたりとかっていうのがあるんで、うん、なんかまたちょっとその面白い番組だと <laughs>、うん、ねいいですよね、言い方あれですけど、はい、はい、なんかね。 僕この,間僕このなんだもうとと特急じゃない,け,ないけどあれでパッと行って、はい、東京行ってきたんですけど今ねあの東京に沖縄の芸人が結結構構いいるよね結構いますだから沖縄芸人ライブとかも、ね、あったりするんでだいぶ増えましたねそうですねなんか結構昔はそんな多いイメージなかったんですけど今はだんだんいろんな人も出てきてみたいなねえ 最初うちの事務所でいうと「キャンキャンが一番早めに行ってるんですけどあの時はもうほあんまり沖縄の芸人なんて見なかったけどその後今ね今シャモジ元シャモジの半次郎とかもうスリムも行ったしってなってくるとなんかあっち行ったらあっちの,なんかこの沖縄の芸人のコミュニティみたいなのがやっぱあるよね。ありますだから そそれこそキャンキャンのとっちゃんさんとかによたまにご飯というか鍋会みたいなああそうはいあナインボールのもとよさんのお家でやるんですけどあんんま会話はなないでですね <laughs> なんでよや鍋食べながら酔っ払ってああただ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 酔っ払ってうんうんってなってそんな会話もなくああ <laughs> 鍋つついて終わる会とかず <laughs> まないけど楽しいんだもう楽しいです えー、でもトウさんがギャなんかその冗談でやってるのかマジなのかわからないやり取りをやってきてで僕そんなにモトウさんとその歴が浅いので僕もどっちかわからないからノリのままその場で本当に帰っちゃって、うん、あの帰らないでいいのにって後とでラインが来たりとか <laughs> もうなんか今日あいつちょっと天然なとこあるからな <laughs> あ,あ見えてんなああそうかいやなんかねあのー、みんな戦ってるなって思いましたよこの間行った時もなんか別に何にも 苦労した話はしないんですけどあんなね人がもういっぱいいるところにさ <laughs> ちょうど俺行った時渋谷だったんですけど、はい、こんなに人いるかっていうぐらい人いてそんな中で知らない人の前でお笑いやるんでしょいやそれは大変ですよ <laughs> 本当にいやだから本当に気,気づいてもらえるというか<ー>面白いの手前にある気づいてもらえるってところにまず,まずそっから、ね、知ってもらわなきゃいけないっていう ねえそれがもう大変というかアンテナ引っかからなかったら目の前で無視されるっていうのはまあまあのハートだよね本当にねそうですねだからもう僕も最初東京行った時やっぱすごい気にしてたんですけど、うん、ある時から本当にあ自分って誰にも見られてないし期待もされてないって思った瞬間から <laughs>、うん、すごい楽になりましたけどそうか、ね、えもう本当にゼロからのじゃスタート、ね、ゼロからのスタートで、うん、いやもうこれだったらもう ぜひな r 1も買ってもらってなそうですね準々とか準決勝までは最低でもねえいきたいですね,ね、うん、いやでもみんなねやめていく中高校生からずっと笑いやってるってすごいっすよいやだからもうそれも逆になん,かなんかプレッシャーじゃないですけど、はあ、もう高校生からずっとやってるから、はあ、でやっぱり周りの人も結果出してる人とか増えてるんで、はあ、そろそろなんかこう一個やらなきゃなって焦りとかもありますしああそうかえまあ 暇な時何してんの,そのお笑い以外はあお笑い以外ですか暇な時基本寝てますね <laughs> 相当酷使してるな体と脳みそ朝6時ぐらいからバイトコンビニで入れててああで昼前に上がって夜バイ、えー、ライブとかうわっていうのをずっとこう毎週のように繰り返してるんでだから結構なんかもうでも。 やっぱネタも書かなきゃいけないし<ー>やっぱり入れるだけ入れなきゃいけないっていうのもあるんで,んでお金払ってライブ出るとこもあるんでそうかだから払わないギャラもらうんじゃなくてもう払ってる払うっていういえないやーこれはだ東京の厳しさっていうのはまだちょっとね沖縄に足りないところかもしれないですねそういう環境っていうのはねお,お金を稼がないとライブに出れないっていうのがあるんでんバイトの比重を増やしたせいでもうやめていく方もいらっしゃいますしネタが作れなくなったりとか,とかもうそういうので いやあの頑張ってください本当にめちゃくちゃ応援しますんで沖縄からよろししくお願いますさああっという間にじゃあ時間なんですけどなんかリスナーさんあそうだ言うの忘れてたあのね「昼ボケ」のコーナーっていうのあるんですよ。そそううでですすのコーーナ聞聞いいいいたたた 宇宙ステーションで密かに行われている行事って何っていうめちゃくちゃよくないですか、はいね、いやもうすごいやりやすいなと思っていいですよね。なんでよかったら送ってください。はい、あ送っていいですかもうでか考えてきてるんでじゃちょっとあとで。ははい、あなんか紙か誰か書くでも何でもいいのであ,のあ,とあとであの本当にディレクターに見てもらって、はい、OK であるならオンエされますけど。 全部採用されると限らない感じではありますね。ちょっとじゃああのまあお土産持ってきたんで食べてきていただいて。なんで今や。はい、なんでこのタイミングで言うば、ま。<laughs> いやちゃんとあのあ,あのよろしくお土産え食べた後にまたお渡ししますんで。<laughs> こんなの上手になってきたね。いやもう<の>本当に可愛がられるというかの、ね、<laughs> もう。今もファンの方に毎回ライブ来てくれる方があの差し入れでお米2キロいつも持ってきてくれます。いいえいな。はい。い助かるね。その方が日常って言っていつも持ってきてくださるんで。<laughs> 愛されてるね。愛されてます、ね。よかったわ。でそ、そのポッドキャストなんですけど、この後収録するので、はい,はい、はいはいそうなんですね。はい、よかったらあの、はい、ハッシュタグ、えー、東京一人語りっていうツイッターのハッシュタグがあるので、うん、えっと一人がえっ、ー、と独身の独に、はい、で語るって書いて漢字を文字東京一人語りっていうのが独語と書いて。 独語って書いて、東京来て語りなんで、ぜひちょっと、あの、ツイッターから簡単になんか聞きたいこととかあれば。はい、あの、この後やりますんで、ちょっと書いてうちのリスナーすぐツイートしてくれると思いますよ。本当ですか。はい。よろしくお願いします。皆さん。はい、皆さん、ぜひ。はい、可愛がってください。本当にもうハッシュタグ、東京独語と書いて、一人語りですからね。よろしくお願いします。はい、あっという間に時間なんですけど、じゃあ、最後に、リスナーさんに一言。はい。はい。売れます。よろしくお願いします。いいですね。いや、頑張ってください。もう本当に。 皆さん応援ぜひよろしくお願いします。いますはい、ということでこの時間のゲストはですね「えー、ラジオ沖縄」のオリジナルポッドキャスト「東京一人語り」やっておりますメガネロックおやさんでしたありがとうございました。では一曲これはごめんなさいどっちがアーティスト名ですかこっちがアーティスト名 <laughs> 嘘でしょずっと真夜中でいいのにフューチャーリング「森カリオペ」で「キラキラ」。 入りました <laughs> はいえっとねずっと真夜中でいいのにフューチャリング森カリオペでキラキラっていう曲をねラジオから浴び出しましたけどものすごいアーティスト名ですねずっと真夜中でいいのにうん午前中の仕事振りにくいですねすいません10時入りですけどとかとか、デイジ、ずっと真夜中でいいのにさ10時入りです <laughs> なんか,なんかすごいなあ,あずっと迷って略してるのね「ああフューチャリング森カリオペは何ですか?」「誰かと一緒に歌ってるってことフューチャリングは」うーん面白いねアーティスト名が長くて曲名がキラキラーっていう昔逆だった気がするんですけどねアーティスト名短めでちょっとね曲のタイトルが もう恋なんてしないなんて言わないみたいなね。こんななってるんだな。日光当たった方がいいっすよ。<laughs> 日光は大事ですよ。ずっと真夜中で大変ですよね。南城市ババコーチです。あはい、今日のアンケートの提案者ですよね。カレーやシチューにスープは a つける。b つけない。 今日はアンケートの結果次第で落ちつけるかつけないか決めます。だ今日はラジコを聞きながら家族会議しようかと思います。はい今日バ馬場コーチの娘たち集合ね。これが家族会議の議題になるんですね。チャンスがはいカレーとシチューに落ちつけるか多数決で決めようっつって。ねまああのずっと番組進めてきましたがどっちでもよくないですから <laughs> ね、ネワンゲーだけ N. G. ワードローンで、どっちでもいいわ。皆さん、こんにちは、雨です。嫌ですね。東京から春アットマーク、沖縄中毒です。はい、こんにちは。アンサー A. 前にも話したけど、喉の通りが悪いので、絶対ほしいです。<laughs> そういう理由か。 カレー無し中も自分の中では汁物ではなくつまみにもなるほどドロドロなのが好みです。だから名古屋の八重そばはスープがやかんで,で出てくるので一杯のそばにスープ2回分ぐらい飲みます。宮里とそばの黄色いカレーも美味しいですよね。それでは今日も最後まで優しくお願いします。はいハロアットマーク大きな中毒さんありがとうございます。はいはいスープねやかんで出てきますね。宮里とそばの黄色いから食べてことないな。そうはいありがとうございます。 あ、来た。おおマッチョータンどうや <laughs> 青の軍団さんはいさイブさんはいもうカレーといえばあなた出てこないとアンケートカレーとかシチューにスープつけるか B はっさやカレー食べる時は汁物はいらんカレー食べる時はカレーだけに全身全霊かけて食べんとカレーに失礼でしょこの前夕飯にカレー出てきて 安かったからっつって刺身も一緒に出された時はさすがにないと思った絶対刺身とカレーは当たらんだろうだからさだからよ俺世の中で一番当たらないんじゃないかなと思ってるよカレーと刺身マジでシーフードカレー食べた方がいいさこのな刺身食べるんだったら本当にはい、ありがとうございます待ってましたよでも,もう呼んでわかるでしょカレーにかける意気込み <laughs> あれこれや青って書いてあるけど具志堅ある気入れんじゃあれ無理やね <laughs> はいありがとう久しぶりにねっポポポ新しい挨拶だなはいカレーの時は知るものはないけどあったらあったでいいカレーとマグロの刺身食べるって昔ミイカーが言ってたよ ババイバイ、はい、これはもうマジでめったにやらないですけど LINE 案件やつさじっつってカレーとマグロの刺身刺身の味しないでしょ絶対しょもつけるわけじゃんマグロにええー、はいありがとうございますミーカー食べるのかなあれで食べてんのカツ丼じゃないの毎日なんや。<laughs> イブさん、こんにちは。東京から新橋のご意見番です。こんにちは。アンケートのアンサー、A ですかね。個人的にはカレーには味噌汁がいいです。子供の頃は味噌汁がついていました。家自慢中の神さんはとっても不思議がっていましたが、いつからか我が家ではカレーには牛乳がつくようになり、今も子供たちはカレーには牛乳かトマトジュースを飲んでいます。昔、この件をバルーンにメールしたら、三河さんにおかしいと言われたことがあります。 刺身食ってる人に言われたくないなーっていうとかありますけど。<laughs> 本当だったらよ。はい。ありがとうございます。あ、これあれじゃないの？だから。めちゃくちゃ辛いの？あの食べた時に牛乳とかヨーグルトとか飲んだりするさ。あれの意味なんじゃないの？辛いのと牛乳ってうん。トマトジュースは多分。またあの酸味が多分ちょっと合うんでしょうね。カレーとね。トマト入れたりするからね。カレーにね。うーん。 面白い人んちのね食生活のルールなんてその家が決めるからね独特で当たり前ですよねうん味噌汁はいありがとうございますこんにちは猫のデコが好きですこんにちはアンケート A かな中学生の時に那覇市立病院の中にあった食堂でカレーをよく食べていたんだけどここはカレーに味噌汁ついていたよ初めて見た時はびっくりしたけど食べてみると案外しっくりきたからさ お店でもしスープや味噌汁がついてくると嬉しいけど家ではわざわざ作ったりはしないな。はい。猫のデコが好きさんありがとうございます。大体いいこんな方が多いんじゃないですかお店でやった時まあオートマチックでついてくるのは別にもう嫌だとかいらないってあんまり言わないありがとうって感じで食べて家ではわざわざ作らんと。うん、でも誰だったかなえツ TwitterV25 さんだったかな 沖縄の食堂でカレー頼んだら味噌汁がつくよって言ってから「あ味噌汁はいいです」って言ったって言ってましたけどね「えイいちゃんでたのに? <laughs>」ついてくるのまでは拒否はしない感じかなあーそうそう「ハイサイ横浜からブ二2 5ですこんにちは」「アンサー B」「カレーって飲み物じゃなかったの?」「自分はライスではなくてなんで食べるインド料理のカレーが好きですが店によってはもうほとんどスープ状態」 そそもそもスプーンで食べるんだからカレーってスープの一種じゃないんですかライスにかけて始めてスープではなくなるという認識です。安静。へえ。な,な途中で変化してるってことすくった時はスープでかけた瞬間からスープではなくなるってこと。あん真面目に考えたことなかったな <laughs>。は <laughs> はいありがとうございます。インド料理のカレーか。シャバシャバ系が多いんだ。 そうだっけ、はあ、もうあの手で食べるぐらいの感じ、うん、アーロンさんヒープさんミキオさん皆さんこんにちは <laughs> 今いないですけど <laughs>、えー、今日は旧暦のクリスマスですねメリークリスマス今日のお題のアンサーは A 家でカレー食べるときはなるべくインスタントのコーンスープかコラムチャウダーを飲みながらカレー食べているかなちなみに最近弁当屋でカレーと油脂豆腐買って食べたんだけどカレーと油脂豆腐って 意外と美味しいかったからひーぷーさんも今度試してみてねそうこれマジでおすすめだよあのあっさりした感じがいいんだろうな多分ねマジでこれおすすめですねこれもまたツイッターで誰か上げてたんですけどどっかの食堂行ったらえっとカレーとえー野菜のサラダとちっちゃいそばがついてくるんですよあれねそばでもいいんだよな やっぱあっさりしたおつゆ飲みたくなるってことなんですかね多分ねうんアンサーお外なら A 家なら B P ですこんにちはあまさにはいさっき言ったやつだまあ外食でカレーのチョイスはポーク卵ぐらいないんだけど汁物ついてたらやるじゃんって思うそう思う割に家ではまた作らないなんでかね頑張ってサラダぐらいで許してくれよんじゃあ、はい、P さんな 外ででカレー食わわないわけ薄でしょ黄色いカレー死においしいよ食堂のカツカレーとかーやるじゃんって思うんだ <laughs> 死になんかもうグルメの先生みたいな <laughs> ツイッター見てたらゆいゆいさんはカレーと刺身と生野菜ののったカルパッチョは普通に食べるけどギリこれだ だったらまだなんかいいかなじゃあ俺イメージしてるあの刺身屋の刺身を魚だけ乗ってるやつうんであと一枚ピノさんええー、刺身はどんな料理にでも出てきたら嬉しい <laughs> カレーの時もなええウでしょ俺の中でこのない具合はえー、っとねヒージャー食べてる時にイチゴ出された感じ <laughs> <laughs> なんか <laughs> 分からんけどい,やいやスイカとかイチゴ出された感じも絶対食べんよやっていう感じですけどえっうそ寿いまいさんはいこんにちはあ,あそうかこれもカレー大好きキーレンジャー軍なだなアンサー B「汁物入る余裕があるなら3杯目のカレーを食べますよ」かっこ2杯がデフォルトそもそもカレーは飲み物なのに「汁物に汁物」っていう意味がわかりませんよねそんな我が家は今晩シチューですもちろんご飯のようにかけますはい タイトル、「シチュー引き回しのけ」<laughs> おじさんになってきてるな <laughs> はいことぶきまいまいさんすごいですね2杯がデフォルトこんな味噌汁の袋やってあといっぱいカレー食うよっていうねさすがやスキーレンジャー軍団はもう絶対汁物って思ってるなカモの母ですこんにちはカレー自体汁物みたいなもんなのにの B カレー食べたいのに汁物つけたら汁でお腹いっぱいになっちゃうじゃんああれか 鴨の父が食後にトマジューか牛乳のものと一緒で隙間を埋めるため。パンパン満腹になるまで流し込むと、そういうことかしら、やめて。別にあの、なんかスラブ売ってるわけじゃないんで。<laughs> <laughs> 中身全部埋めないといけないわけじゃないですよ。ね。あ、やっぱ牛乳とトマトジュースってよ。さっきもありましたね。うん。えー、ひさん、面白いリスナーの皆さん、こんにちは。猫大好きまいまいです。はい、こんにちは。 アンケート B。さっき画像開けてましたねおいしそうだったカレー絶対にサラダをつけてほしい派でもカレーってさルーと白米じゃ足りなくね我が家は絶対カツをプラスするよそれとさ刺身定食ってどうやって何と白米を食べるの毎毎41年間一度も注文したことないえー、嘘はいありがとうございますいやいや刺身醤油つけてご飯のような知って食べて 刺身食べてご飯入れる、うん、刺身に火通りませんああこのご飯の熱つけなくてもワンワンさせなくてもいいよそのままだから刺身と醤油食べた後にご飯最高やしだこのコンビの中にカレーは入らないわけよそうなんですよはい。ありがとうございますデイジーさん寒くなりましたねはいこんにちは 早速アンサー B 理想を言えば A だけどカレーにミニ沖縄そばがついていたら嬉しいさでも実際はわたぼんぼんするからカレーライスだけでいいかなしかしカツカレーやカツ丼にミニそば最高だよねうまいよねではでは、うん、デイジーさんミニそばってもう沖縄の食堂よく考えてくれましたって感じよね本当にねはいありがとうございます まだまだいけるかなミニそばぐらいだったらはいティーサーサジパラダイス昼にボケこさあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストオーギリスト決めますよとはい今週のお題宇宙ステーションで密かに行わ,行われている行事って何い、ね、まあ行事って言ったら結構大げさになりますけど何かやってることっていうことですよねはいいきましょう一発目 えー、コーラル・カナ区シクさんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 <music> UFO 探しこれはでもリアルやってるんじゃないですか本当にまあ、まあ、UFO を探してるというよりはずっとレーダーねあの全計測してるはずだからね、うん、続きまして黒幕さんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何 太陽光で焼き餅おいいですね平和だな <laughs> まあれ、ね、各国の人いると思うけどね日本人だけじゃなくてこれは何ですか餅 <laughs> んな宇宙とかでつまらしだ大変だけどな続きましてラジオネーム「恩をアバで返すさんの「宇宙ステーションで密かに行われている行事って何?」 外で息止め合戦何秒で「いや昨日いや昨日4分行ってたな」ほら小学生かや <laughs> あ,んなあんな国家プロジェクトであんなにしてくれてるばっていう続きまして黒幕さんの「宇宙ステーションで密かに行われている行事って何?」<music>「地球は青かった」をどれだけ。 変顔で言えるか大会もうセリフはさもう聞き飽きてるからあとチラで勝負しようぜっつってねこれもいろんな国の人がやるからねう <laughs> <laughs> んの宇宙ステーションで密かに行行われている行事って何 <music> 年末のカウントダウンの時にジャンプして地球にいませんでしたってやるもうそもそもいないんだよだから。 本当にいないんだよ地球にでジャンプできるかなあれ引力あるからジャンプしてるんだからねうん俺カウントダウンの時地球にいなかったぜっていうの本当だからな <laughs> <laughs>、えー、続きましてルパンが愛した藤子ちゃんの宇宙ステーションで密かに、ね、行われている行事って何 <music> お地球見。 いいですねこの感覚 <laughs> お月見じゃなくて逆な宇宙から地球見るっていうね日本酒とか飲みながら、ね「風流だな」つってススキあんも立ててからに「<laughs> 地球はいいね」っつってああ <laughs> これいいな続きましてラジオネーム一丁上がりさんの「 宇宙ステーションで密かに行われている行事って何目隠しをして宇宙食を口に入れてもらい食材を当てる危機宇宙食大会うん地上でやったほうがいいなこれ別に必ず宇宙でやることじゃないんだよなこれあ。どっちかっていえば乗る前にやったほうがいいからこれな。うん ゆっきゃねんさんの宇宙ステーションで密かに行われている行事って何月に一度だけいつもよりは割と水気のあるご飯が出る日に「今日あれってよ」ってみんながそわそわするあら月に一回しかあとパサパサのご飯しかないってこといや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 あれ宇宙人が結構もう今レベル高いって言ってたような気がするよ。 わああ今日はちょっっっととししりたご飯だつって、ね、<laughs> いや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 もうちょっと科学技術の水を集めてるんだからさ、えー、合わせのボンジ凡ロウさんの宇宙ステーションで密かに行われ,行われている行事って何各国対抗ドキドキワクワク宇宙ステーション内の押しちゃいけないボタンはどれだ大会大体いい赤だろ。 <laughs> <laughs> だいたい押したらダメなのあかんだろうじゃあ俺はこれっつってあの黒ひげ危機一髪みたいなやつね押すみたいなあー大丈夫だーっつって <laughs> 赤パンとしたらこの半分に離れていくってああバイバイみたいな <laughs> やるなよっつってこんなのあラスト手書きで来ておりますメガネロック大く君の 宇宙ステーションで密かに行われている行事って何。<music> 職員が撮った。ちょっとエッチな隕石の写真展。なんでしょうかね。ちょっとエッチなっていうね。これ似てない。あの形、ほらほら。わ、そっくりこれ。エロいっていう写真がいっぱい並んでるっていうね。ああ。もっとあるけどね。色い々やること。<laughs> はいありがとうございます素晴らしいということでで揃いましたさあでは、はい、本日のベストギリスト決めますよ今週のお題宇宙ステーションで密かに行われている行事って何まあ行事って言ってもまあなんかやってることでいいと思いますよはいえー、頑張っていただきましたメガネロック大家さん職員が撮ったちょっとエッチな隕石の写真展見たくないですかだってね各国の人もいるわけだし 男性だ,だけじゃなくて女性もいるから。女性が撮ったエッチの写真。エッチな隕石の写真、まあ、エッチな隕石ってもやがっていう。話がありますけどね。<laughs> 見たいですよね。ああ、うんはい、いいと思います。これはい。ルパン返した藤子ちゃん、これ響きもいいし、発想もいいですね。お地球み。な。地球を外からみ、愛でる。だよな。うん、こわ、素晴らしい。響きもいい。これは。はい。 一番、うん、バカバカしいっていうか恩をあばで返すさん、えー、外で行き止め合戦国対抗すよ国をしょって、うん、ストップ落ちでこの人が「デジデジチラアカーナトーンアメリカの選手よ死にチラアカーナトーンジェイジェジ,ジェイソン大丈夫か?」っつって「あんまり我慢さなきゃちょっと白目なってきてるよ」っつって「戻ってこい」っていうね大会をやってるっていう。 <laughs> 一番平和だな一番平和やすさはいおめでとうございますオンホあばで返すさんね素晴らしいまあこういうことですよだから行事って言ってもこれぐらいのレベルでんかやってることっていうぐらいでいいわけですよだからねあ宇宙ステーションで密かにやってることなんでしょうかね太陽光でお持ち役っていうのもよかったですけどあとも太陽光 こうの営業とかじゃないですかつけまつけましょうっていう誰によ <laughs> めめっちゃ発電しますよっつってねはいさあじゃあカレーやシチューにスープはどうしますか A あったほうがいいな B なくてもいいなちゃまちゃまですこんにちはアンケートを B 私の友達に味噌汁をつける人がいますね その友人曰くまず味噌汁とご飯は必ずセットが基本だからご飯つけたら味噌汁っていうのは当然そこまでだったらまだわかるんだけどスパゲッティの時も味噌汁をつけるのでそのつがいのご飯はつけないと気持ち悪いそうです理解不可能つがいって言ってんの味噌 <laughs> 汁とご飯 <laughs> これなんか水取りとかに使う言葉じゃないのつがいって味噌汁とご飯はつがいなの パスタまあスパゲッティって書いてあるけどスパゲッティ出た時も味噌汁が出るから逆にご飯ないと気持ち悪い <laughs> 頭固いな <laughs> 絶対ないとダメってぬやがええー、まあカレーの時もだご飯を見てるわけねじゃあいやいやご飯があるから 上に何が乗っていいようがご飯があるから味噌汁は出すよと別に上がカレーでもシチューでもとんかつでも何でもいいよご飯あるしっていう考え方なんですねへ皆さんお疲れ様です朝から気温あ小雨気温5度の噂も神奈川より酒どころ猫だにゃーですこんにちはしてしてアンサー A だっちゃ カレーもシチューも完全におかずの部類なのでスープか味噌汁は必ずつけますね何だったら豚汁の時もわかめの味噌汁とか欲しいくらいだっちゃ中身汁に溶き卵のスープなんかもいいよねえー、今日は寒いからつみれの味噌汁なんか作るっちゃではでは皆さん午後も読んな読んなあねはい「味噌汁大好きやねん」っていうタイトルですね酒どころ猫だにゃーさん、はい、ありがとうございますうーんこれはないです豚汁の時のわかめの味噌汁 <laughs> これはもうこれはさすがに汁物汁物だねさすがにうん、はい、ありがとうございますまあな汁物確かまあご飯食べる時はあった方がいいっちゃいいな、えー、こんにちはラジオネーム LLP ですまた寒くなりましたねだからさ気をつけないと今日何歳 シチューはシチュー自体がスープなのでいりませんがカレーライスは前々からスープはどうしてついてこないのかななんで水だけなーって思ってましたよ。そしてそのコップの水に確かスプーン入れてましたよねなんでですかねで,で仕事しながら聞いてます、はい。何人かこれ書いてきてる人いたんですけどツイッターでも。僕が行ったところではこの水のコップの中にスプーンは入ったこと一回もないんですよ。 ティッシュで包まれてたわかります昔の食堂って三角ティッシュみたいなやつで先っちょだけ包まれて置かれてるんですよあれが一番多かったかな、うん、そうですねやっぱシチューに関してはみんないらないあれスープ出しっていう意見多いなヒブさんこんにちは冷たい弁当を食べてますポロリーマンです、ね、ちょっと寂しいななんかアンケートビーですゆで卵、タンナファークル ラスクも飲み物なしでいけますぜカレーは塩味が塩味があるのでスープはいらないですカレーは飲み物じゃなくてのせ物ですよ新しい言葉上にのせるからいやいやあれはカツ丼とかじゃないの天丼とかカレーのせてるま混ぜってるって感覚かな あ,はい、ありがとうございますんなファークール飲み物なしで、うん、1>, 1個だったら大丈夫かなお茶飲みたいなでも「メガネロッコ屋の東京一人語りゆるい一日の終わりを締めくくる感じのもうゆるいラジオなんでローカル局では聞けない情報やゲストの内容はいつも聞いてる人たちと違って面白い。 えこれお母さんからいただきましたラジオ沖縄公式ポッドキャストから大好評配信中